ショーの新大最速全突破。おはようございます、ジャスティンショーです。本日は、赤羽駅近くの、店舗さんにお邪魔しております。新大最速全突破ということで、朝8時から、今日並んでまして、何を打つかって話ですよ。今日はもうね、ちょっとあの映ってるんでわかるかなと思うんですけど、こちらを打ちます。じゃじゃーん、ネットさんからの新大のスーパードラゴンです。今日は一応今日が、新台導入2日目ということで、まあ、朝一から打っていくわけなんですけども、まあ、とりあえず並び順は、僕が8時並んで1番、取れましたので、この後入場して、スーパードラゴン、終日全突破していこうかなと思います。はい、おはようございます。取れました。はい、取れました。スーパードラゴン。ただ昨日がすごい出てそう。やべえ、大丈夫かな。はい、これで実践していきます。すいません、朝一ユリカンランプ前台消えてて、おそらく前台リセット、朝一ユリカン飛んでいきなりチャンスゾーンです。 70% の状態です。つまりどういうことやるかというと、もうこれ見たら分かると思うんですけど、8台中 1,2,3,4,5 台当たってます。やばいね。で、一応ちなみに説明すると、ここ、これが有利感ランプになってて、チャンスって書いてると思うんですけど、ついてないってことは、まあ、ほぼほぼリセットをしてるんで大チャンスってことです。初当たりって基本的に赤7ボーナスが当たるんですよ。でも連チャン中はドラゴンボーナスってやつになるんですけど、もうほぼ皆さんドラゴンボーナスで 1,2,3,4,5、 70% あるねっていう。俺も行こうかな、いきなり大チャンスやから。全突破。はい、じゃあ早速今回の機種スーパードラゴンいきます。もうね、もういいお店なんですよ。このさっきちょっと朝一の有利感のランプの話での説明したんですけど、だいたい 1,2 ゲーム回すと対策はできるんで、それを対策しないってなるともう有料店ですよ。一応朝一このチャンスランプだけ見て立ち回るのはいいと思います。もうね、いきなりチャンスやからね。まずは有利感ランプに飛びますよと、あ、飛びましたね、これで、有利感ランプ今飛びましたよと。もう勝負です、ここから7ゲームだから8ゲームまでですね。おお、来るぞ、朝一あるぞ。 70% やからね。ああ、一応これあのマックスベッド叩かなくてもレバーだけでいけます。レバーでマックスベッド、レバーで回るんで。やばい、ああ、やばいね。はい、また球の説明は後でします。ここで来ないとやばい。ああ、ないか。はい、これで朝一は取れんかったっすね。すいません、いろいろあの説明がちょっと逆になっちゃったんですけど、スーパードラゴン、疑似ボーナスの連チャンで増やしていくタイプです。それから打ち方なんですけど、バー狙い左リールで中右は、適当打ちで大丈夫です。取りこぼしないので。で、どうやってそのボーナスに当てるかっていう流れなんですけども、通常時これは、規定ゲーム数消化するとボーナスに当選します。で、そのゲーム数は、モードによって管理されてて、まあ、今のところ高設定の方が、モードが動きやすいというふうに言われてます。まずは、赤7、これが出てきます。基本的には、まあ、リセット頃だとね、このドラゴンボーナスが始まる可能性もあるんですけど、でそこから 70% 期待である、チャンスゾーンに飛んでまたボーナス当てて連チャンしようねと、そういう台です。で、この台の魅力といえば何といっても、有利区間、ボーナス終了時に毎回リセットされて、まあ、実質ですけど有利区間がない。で、最大枚数が、赤7だと998枚、ドラゴンボーナスだと1999枚、最大獲得枚数が見込めるので、2000枚取った後にまた次のチャンスゾーンで、2000枚取ったってなると4000枚出るよねっていう、そういう台です。まあ、夢のあるといえば夢のある本当に台ですね。70% 行き続ければ何枚出るか分かんないよっていう台なんで。で、話がちょっと戻るんですけど、規定ゲーム数消化で当たるって言ったじゃないですか。
一応通常時はダブル抽選になってます、普通のゲーム数カウンターのゲーム数とこっちのカウントのゲーム数、この2種類で、抽選を行ってます。ただメインはほぼこっちだと思ってください。で、まあ、1ゲームごとに1ポイント消化するんですけど、さっきレア子役いた時にここの玉の色が変わったと思うんですよ。ああこれもちょうどいいですね。これ押し順の何かって押し順の1枚です。はい、で押し順の1枚は、ポイント獲得の抽選を行っていて、取ると獲得します。でそのポイントはいきなり増えるんじゃなくて、まずストックします。そのゲーム数がこの色です。一応白青黄色、赤紫みたいな感じであるんですけど、紫が一番多い。はい、でスイカ引くと多分色変わるんじゃないかな。あ、こんな感じで今黄色になりましたが、ちょっと見づらいんですけど白っぽいんですけど、一応この色も3種類、ちょっと薄いやつと濃いやつとかがあって、黄色とか青の中でも段階があります。これは薄い黄色ですね。この溜まったゲーム数じゃどうやって解放するのかってなると思うんですけど、通常時チェリーを引くと一気に解放されます。なんでチェリーの後は、レバーオンでボーナス当たる大チャンスだよっていうことですね。いやー乗れなかったか。一応8台中、1,2,3,4,5 台か。まあ 70% ぐらいあるからね、それ当たるよねっていう感じなんですけど、だから皆さん朝一は、チェックした方がいいですね。はい、で一応天井、まあ、約1000ゲームですね、手前ぐらいまでが天井です、ゲーム数ので。さっき言った、モード、これが5種類かな、4種類、通常、ミドル、レンチャン、ドラゴンかの4つのモードになってて、まあ、通常は、まあ、通常で、ミドルは、500のとこが厚めで、レンチャンは128、まあ、ゲームって言っていいのかな、こっちで言いますかね、128ポイントとか以内で当たる。で、取り切り6は、モード以降特にレンチャンしやすい、つまり初当たりが軽くなる。あ、来た、ちょうどいい。すいませんね、説明違ったんですけど、これチェリー来たんで、この黄色の玉、こちらが解放されます。今69ですね、これ見ておいてくださいね。はい、69からなんで、44かな、うん、じゃあ43ゲームか、43ポイント貯まりましたよっていう。で、一応128がチャンスなんで、この次ゲームで光る可能性がある、こういう感じです。あー惜しいねくそやべえ、超えちゃうよ。で、まあゾーン自体は結構よくある台の感じで、128、2ゴロ、512で、あと800以降か。で、まだ詳しい解析とかは全然出てないんですけど、あ、いい説明が来た。翔くんと溜まったの解放するのは分かったと。だからこれ溜まってない状態でチェリー行くとどうなるかっていうと、まず弾解放された時に初期ポイントが振り分けられます。その初期ポイントをこれで獲得してくれるって感じですね。だから引き損じゃないです。そうですね、だから初期が10振り分けられてたんで今10入りましたよって。で、1ニッパなんで、これがで、まあ、レンチャンモードにいたら当たらないね、うん、当たるって感じだったんですけど、もう基本的にはこれで通常時は、ゲーム数を増やしていくというか、そういった感じです。はい、で通常時ポイントが貯まるって言ったんですけど、これも、レアアークとかに応じて貯まるのが決まってます。スイカとかだと、10ポイントから1000ポイント以上、チャンスベル、まだ出てないんですけど滑って揃うベルがあるんですよ。それが、ポイント獲得率 50% なんですけど、当たれば、50ポイント以上で、この押し順1枚、これあ今変わらなかったですけど、これはだいたい 1% から1000ポイント。ただ押し順で溜まった、さっき1回ちょっと溜まったんですけど、これは結構溜まってる可能性がある、大きいポイントを獲得しやすいっていう特徴があります。で、一応押し順以外、ああ今来た、これ多分押し順1万入ってるから、まあまあ溜まるかもしれない。ドン、ああ20、全然少なかったですね。はい、光らず。で、その色の下もあって、さっき青やったんですけど、青は、50弱、黄色が80弱、緑が100ポイント弱、赤が200ポイント以上みたいな感じですね。で、一番上、紫があるんですけど、紫はじゃあ何の時に出るのかというと、結構当たりが近い、ほぼこれ解放したら当たりですよみたいな時に出やすいらしいんで、この流玉が紫になった時は、やめない方がお得です。じゃあ普通に消化して当てちゃった場合、今黄色やのに、この黄色って引き損になるんじゃないかと思わないですか。それは引き損になってなくて、
溜まってるポイントが溜まってるほど初当たりの時に勝利をしやすいんですよ。だから引き損はないです。解放されていなくても基本的に引き損っていうのはないです。この台全突破。はい、今、500枚使って、ゲーム数、上のゲーム数ですね、433ゲームですね。まあまあ、大体これぐらい回るよっていう。2枚目おい、朝一からこれはきついってマジやばい、チェリーはダメ、チェリーはダメ、やめてよ。よし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 。あー、これでね、ベルソンとシャンスベルやってんけど、いや、うわ、あー、もやってる、もやってる、当たっちゃう、当たっちゃうってこれ、当たっちゃうやつこれ、もやっちゃう。ちょうど出てくれた。まあ900なんで当たるの分かるんですけど、まあそういうことです。もやったらやめないでねっていうのは。で、今ちょっと竜の目光ったんで、おそらくこれでね、655ゲーム、投資が15本、最初は赤7です。あ、赤だ赤だ赤、ここのランプが一応した方がなって、赤は結構いいと思う。これまだ可能性あるね。それよりもここからよ、勝利するかどうか。結構溜まったからね、ゴー。そう、あのジュワーンって言ったらもうダメなんでくそー。じゃあ解放したかったな。あー、まあ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 、900ポイントですね、約655ゲーム、遠い。ただこれも100枚、最低100枚なんで100枚もらえますけど、その後は 70% ループ、これですから。この台の魅力はそこで当てればいいだけで、一応ボーナス消化中は何の抽選してるかっていうと、一応レア全役で、上乗せの抽選をしています。で、上乗せした場合はいきなり告知されるわけじゃなくて、またこの竜の玉の色が変わります。その色で、乗ってる枚数の下を行っていて、最後後告知で出てきます。推測ステージ、推測要素もう一個あって、ボーナス終了時にパネ振らします。あの、なんか聞いたことあると思うんですけどボーナス終了後はパネ振らする可能性があります。で、詳しい数値は出てないんですけど、ボーナス10回に1回ぐらい出てれば上の可能性があるかもよっていう、そういう感じですね。はい、で、一応パネフラーはしない、いと。で、こっからよ、まず、今ランプ消えてると思うんですけど、こっからまず有利区間に移行させます。今行ってない状態なんで、だいたい 2,3 ゲームくらいかな。うん、この後のリプレイ以外だとこれでいくかな。はい、あ、行きましたね。で、一応抽選方法をちょっと説明しますと、まず非有利区間から有利区間上がるときにボーナスの抽選してます。その後7ゲームで自力抽選、レア役とかで当たる抽選をしてます。わかりますか。2個、例えば最初のこの有利区間のやつに通ってない場合でも、まあ自力で当てれるよっていう可能性がある。で、仮にこれどっちも取った場合、すいません長くなっちゃって申し訳ないんですけど、どっちも取った場合は勝利確定なんで、もうかなり熱い、ここから。さあ、いきますよ。で、一応昇竜、これ普通の音楽なんですけど、違う音楽の場合は、昇竜ゾーンって言って当たれば必ず昇竜します。今はあの竜宮ゾーンなんで普通です。 70% 簡単やね。はい、これで OK。 あと停止剣に注目。あー、これ通常パターン、青。どうかな。まあ、おそらくあの有利感ネジネジしたところで、おそらくボーナスは当たってたと。ジュワンっていうな。あー、これジュワンって100枚だよ。そんないかないから言うて。うん、はい、やっぱね、どっちも取ってないとそんないかないイメージ。これが 70% よ。これがどんどんループしていくと。そう、このなんて言うんだろう、雷みたいな音のドゥッドゥルドゥッドゥッドゥッドゥみたいなやつが、普通の竜宮ゾーン。いける、 70% あるから。
取ってる。レイク、ここ光らさなければいい、ここ光らさなきゃ。で結構ね違和感とかもあるんですよ、いろいろ多いんで、いろいろちょっと全部見とかなきゃいけない。いいよ。結構ね実戦場なんですけど、ナビ出た時結構熱かった、解除する確率下がった。いいよ、レイク、いいよ、うまいうまいうまい、これを引かなきゃダメなんよ。スイカね、これよ、これもしかしたらこれ当たってたらあるよ、昇竜。おっしゃる、あるよこれ、これマジ強い、マジ強い、最初のってたら、やばい、テンパン打つ、緑、これですよ、ダブル取ってたら勝利するってじゃないですか、これ可能性ある。いけ、これはあっていいぞマジで。なんで、なんでってことは、まあいろいろ考えられるんですけど、スイカで当たった、最初ゆりかいた時に取ってなくてスイカで当てた、もしくはたまたまスイカ引いただけで最初取った、どっちか。で今3回ボーナス当たったんですけど、ランプの色は、青と緑と赤1回ずつですね、それぞれ。なんか紫とかオレンジとかが出るといいらしいんですけど、で飛んだ次ゲームに入るって感じですね。取ってる気がするんだ、これはさっきのこのユリカンと思うので、いきます、ゴー。リプレイはまだあるよ。惜しい、おい、簡単、こっち、惜しいね、テンパイ持つ、はい、緑、じゃない。でこの時にね、このねマーメイドランプが光る時あるんですけど、これ光ったら4桁上乗せ濃厚です、このランプマジ強。はい、でも4連ですね、まあまあ 70% なんでこれぐらいは全然やってくれるでしょうと。はい、通常、いいね、ナビ、大丈夫、おい、で光り方も通常ですね、これもいろいろあって葉っぱだけ点滅とかもあるんですよ、そうなったら勝利確定、青、やばい、ランプは死ぬほど弱い、ランプは死ぬほど弱い、関係ないから、ここは設定関係ないから、ここやから、これはジュワーンっていう感じ。はい、ダブル抽選ですからね、こっちが取ってる可能性ある、もうこっち取っててほしい、基本こっちやから、今の有利感飛ぶときに決まってるから。いいよ、ナビいいよ、なんだろうな、俺がたまたまナビ引いてなかっただけなんかな、勝利分の時普通に出てる可能性もあります、ごめんなさい、その場合は。ただ熱かった今まで。まあでも1枚引いたらナビ出るもんな、あんま関係ないかもしれないですね、ごめんなさい。ただ、あ、やばい、これまずいね、これまずいよね、ラストでーん、終わった。はい、これで、5連で終わりですね。はい、ここからまた再スタートって感じです。はい、これが、一応スーパードラゴンの基本的な流れ、あとはこれがどこのモードに行ってるか、これを繰り返して出玉を出していきましょうよと。だからね、昇竜はそこまでしないんよ、うん、あーちょっと遅い、うーん、まあいいか、10ポイントでしたね。とりわけやっぱり6は連チャンモードに移行しやすいのが見られたんで、実戦上
ここから1、2杯以内に当たれば当たるほど設定6の可能性が高くなる。でちなみに、誤解した時の、こっちの色なんですけど、青が2回、緑が2回、赤が1回、紫とかオレンジとかは出てないです。ちょっと怖いね。全ツッパ。はい、今1000ゲーム、消化しまして、ボーナスの初当たりがだいたい980分の1。やばいね。はい、ここから追加投資ですね。さっき500枚ぐらいは出てたんですけど。あ、チェリーでいいよ。はい、当たりました。マックスおい、ちゃんとしろよ。653ゲーム総投資が18本か。あ、でも18本ってことは900枚。うん、全然まくれる。ダーン。はい、光り方とかも普通。これは黄色ですね。そう、こっちじゃなくてね、こっちを999にしたい。光れ。まあ、当たってるとこの目光るもパーンって光るんよね。光ったら勝利なんですけど、まあまあまあ、いい、これで70パーやから、そっちで当てればいいだけ。いいですよ、簡単。もういるんじゃないかな。めっちゃいい音したもんね。さすがにいるでしょ。もう怖い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 、マジで。嘘でしょ、マジ嘘。いや大丈夫、いる。せーの。うわ、いないんだ。はい、これでもう一回やり直しと。嘘だろマジで。全ツッパ。3枚目。よし、ビッグヒッター、234ゲームボーナス青色。総投資が、22本ですね。やった、めっちゃ速く感じる。まあ、おそらく2ゴロのゾーンでしょう。じゃあもう一回。はい、100枚ですね。さあ、さっきは単発で終わらせちゃったからね、今回。お、見えました、今パネブラしました。マジあんのこれで。一応カウントしてみましょう。7回中1回出ましたね。だいぶ取ってる、信じろ。だから、全突破。はい、あとちょっと、通常時のステージについてなんですけども、この枠の色、今青じゃないですか、これがデフォルトで、あとオレンジと紫かな。まあ、オレンジとかだと300以内、ボーナスの期待が持てるよっていうゾーンだったりするんで、一応この枠の色は、注目しておいた方がいいです。はい、そして、ペイアウト、このゲームのスペックなんですけども、スーパードラゴンのスペックは、設定1で、97%、設定6で、107%となっております。で、初当たりに設定差がありまして、400分の1からだいたい230分の1といった感じで、まあ、初当たりに結構大きな設定差があると。プラス通常時はレア子役にも差がありまして、ジャックチェリー、まあ、ジャックチェリー中南チェリーじゃなくてチェリーですね。だいたい100分の1から95分の1ぐらいで、スイカが約50分の1から、45分の1と、なっております。まあ、1と6やと結構差はありますけど、それ以外だと言うほど差はないかなってぐらいですね。あー、飲まれたー。おいしょ。691ゲーム965ポイントよし。
ずっと探してた全然全然ツーパー全然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 ツーパー全然全然ツーパー全然全然ツーパー全然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 ツーパー。でもいける、そろそろ来てくれてもいい。ね、ドラゴンちゃん、ね、ね、ね、ダメー、むっと、鮮やかなお金がなくなっちゃったんで下ろしてきます。この2枚の雪地に託します。よし、998枚でいいからね。はい、ずっと探してた全然全然ツーパー全然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 ツーパー全然全然ツーパー全然全然ツーパー全然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 ツーパー。よし、よしじゃないか。1000枚でいいから一回見出してくれ。ジェーン、よし、よし、一回ぐらい来てみろ。ほらほら、よし、もう目覚ましてもいいんじゃない、もう目覚ましていいんじゃない、いいよ。おお、全ズッパ、おお、マジって言ったら来た。あー、リアルなゲーム数が250ゲームなんでこっちで当たったんかな。はい、ポイント371ポイントで当たり。早いから全然いい。よし、あー、まだ来ない。よし、はい、ジャスト20回目のボーナス。よし、3連目終了です。もう今日一の勝負どこ、昇竜ゾーンです。当たれば昇竜確定。もうここですよ、僕が入れた5万2000はこのためにあった。ここで2000枚出せばまくりです。最高枚数獲得できれば。ちょっとマジで気合入れたいんで、ちょっとこれ飲めます俺、それすぎマッチョ。俺も昇竜しなきゃやっぱ始まんないんで、台には伝わないから俺も昇竜しなきゃダメ。そういうこと、やっぱりね、反りすぎぐらいがね、勝利だと思うんで、やっぱそれぐらい気合い入れないと1999は持ってこれないから。うん、俺はね、命かけるよ。うん、おー、聞くわ。あっか、すぐ行く、行くよ。これが勝利じゃ、俺が。さあ来た、あざ
です。あれです。これはまあ、あの気合入れだからよ。これがマカの力。よーし、来た。これで最高獲得枚数1999枚取ればマグリス。待ってた、21回目にしてやっといけた。いろんな法則あるんですけど、とりあえず回ってる時にこのランプですね、このマーメイドランプ光れば4桁以上なんで、もう同じポーズしてるもんね俺と、自然と。さあ来たぜ。まだいやいや、そんなもんじゃない、まだいける、まだいける。いや、嘘だ嘘だ嘘だ。俺はここまでめっちゃ粘ったのに330枚。マジで。よし、二度あることは二度ある、二度あることは二度あるとおかしいか。よーし、あー乗った。これ中段チェリーじゃないですか。今一コマ遅れちゃったんですけど、これ中段チェリーです。はい、中段チェリーの恩恵なんですけど、 AT 値やっぱ300枚の話ですね。通常時だと勝利かけてのボーナスだったんですけどね、でもどっちがいいかって言われたらやっぱ勝利の方がいいですよね。じゃ勝利だと、まあ、300枚切ることもあるんですけど、夢はあるじゃないですか。いやービビったー。はい、この後ですね、上の差が出てくるんで、で300枚かな。はい、まあ上乗せですよっていう、チランチェリーの恩恵ですね。いやからね、あー、欲を言えばね、ボーナス以外が良かった。ボーナス以降が難しいのにね。全突破。はい、今4000ゲーム回しまして、初当たりが、7回ですね。子役自体はそこまで悪くなく落ちているので、まあ3ぐらい期待してます。以上です。はい、おい、おい、マジ？ね、おー、そこ、よし、スイカ引いたから、おーし、よし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 、いいよ、なっちょうだい、よーじゃー、おーし、おい、よっしゃ、あーくそー、あ、すげー、はい、オッケー、おーい、よし、うまい、はい、よし、よし、あー、全突破。すいません、あの少し過ぎちゃったんですけど、今5000ゲーム回したんですけど、初当たりが13回なんで、まだ上の可能性が残ってるということで、続き打っていきます。おそらく次はエンディングで発表っていう感じになると思いますね、最終的な結果は。あとね、ちょっとさっきなんだけど、その同じホールでなんか見たことある人いるな、テレビでみたいな、誰かなと思ったら、あのネットさんの社長さんでした。マジでびっくりした。あの普通にその隣の隣の台でお金入れて打ってましたね。まあメーカーさんの社長さんがこうやってなんか自分の台をなんだろうね、水に切って打つのを見て、ちょっとなんだろう、感動するよね。うん、感動した。なんかやっぱりこういろんな台ありますけど、しっかりなんかこう大事に育てられてんだなみたいな、そういうのも伝わって、ちょっとそういう
私はなんかネッツさん、ああいいなと思いましたね。全ツッパよし、勝ちは厳しいです。1000枚でいい。キラキラ8枚、こい。よいしょ、よっしゃー、あぶれー。38回目のボーナス、いけ、頼むって。うわー、よっしゃだったー。いい、よしからの、流れない。よし、オッケー。どうしたー、いいね、ありがとう、もう本当にありがとう、マジで嬉しい。あー、全然 OK、 全然 OK。 はい、一応閉店前のデータなんですけど、やっぱでも全体的に回数はついてますよね。で、とりあえずソータルだったのが、向こうから 1,2,3 台並び、あと僕の右隣の、打っていた方に話を聞いたんですけど、まあ6じゃないかなっていうぐらい初当たりいいと言ったんで、おそらくかなり状況は良かったんじゃないかなと思います。全ツッパ、はぁ、時間がないぞ。当たったー、よっしゃー、当たったぜー。黄色と、あ、最後、最後の最後でも上げちゃえ。まだいける、もう取り切れるまで分回すよ。よっしゃー、間に合うぞ、間に合え、取り切れるだけ取り切る、稼ぐだけ稼ぐんや、来い、まだいける、ゴー。あー、やばい、やばい、やばい、よし、来た、いけ、いけ、ただいまの時間を持ち、あー、あー、咲いた、あはくそー、オリコのビッグボーナス、はい、はい、ちょっとボーナスなんですけど、ここでお時間のが来たということで、実践の方を終了したいと思います。詳しい結果はエンディングで発表します。お疲れ様でした。全ツッパ、はい、実践終了、お疲れ様でした。いやー、しんどい一日でした。まあ、ざっくり、結果の方から発表したいなと思います。投資の方が2600枚、回収の方が512枚で、マイナス2088枚のマイナスと、いやもう完敗でしたね。なんか後半は良かったんですけど、もう前半のあのハマりがもうどうしようもなんなかっていう感じでね、ボーナス中連チャン中で終わったんで、あれ時間があったら俺ちょっとまくれたと思うんですよ、マジで。はい、じゃあ早速ね、データの方まとめて言うと、ボーナスの、サイドランプの色、紫と、オレンジが、いいかもよって言ってたんですけど、それが、今回1回も見られなかったと。で、色の振り分けなんですけど、これも実践上です。白17回、青4回、黄色5回、緑10回、赤10回って感じなんで、まだ数値が出てないんでよくわかんないんですけども、まあ、とりあえず参考にしてみてもらえたらなと思います。一応僕の予想設定は、まあ、奇数設定、初当たりが、6000ちょいぐらい回しまして、371分の1、これがまあ一応設定1以下の数値、でレア子役、チェリーが102分の1、これも1以下ですね。でスイカが46分の1で、まあ、大体設定5ぐらいの、数値になったと。ただ、下パネル、パネフラ、これが合計6回出たんですよ。これがね、ちょっとね、僕も厄介なとこで、
なんか10回に1回ぐらい高設定なら出るんじゃないみたいな話をしてたんで、そこを踏まえると上の可能性もゼロではないけど、まあ結果がねここまでやられてるってことなんで、うん、巻き数設定、うん、初当たり重いしなみたいな感じで、ね、もう今日は疲れたんで、帰ります。お疲れ様でした。なんだろう、いやなんかちょっと、ああちょっと、ドラゴン、スーパー、スーパードラゴン、ショーの新大最速全ツッパー。